皆さんこんにちは。ヴィンテージク東京のディレクターのヘジです。今日はヴィンテージシャネルバッグの製造年を調べる方法についてお話ししたいと思います。シャネルの革製品を購入すると一個一個違う番号が振られているギャランティカードっていうものがついていたんですけど、まあいわゆる保証書の役割をするもんですね。でもヴィンテージのものだとやはり長い時間が経っていてカードを紛失してしまっている場合が多くて、そういった時に本物かどうかを識別できるツールとしてシリアルシールっていうのがあって、だいたいバッグを開けた時に手前側の左下についているんですけど、デザインによってポケットの中についていたりもします。このシリアルシールについてる個体番号から大体の製造年が分かるようにはなっているのでご紹介しますが、シャネルからオフィシャルに発表されている内容ではない上、数字が混在している年も、まあ、中にはあるようで、あくまでも参考程度で見ていただいた方がいいかなと思います。ヴィンテージク東京で主に取り扱っているアイテムだと、この動画で今私が、マッキーで頑張って書いてるんですけど、8桁の11番台までを取り扱いをしているので、もし特別欲しい年代のアイテムがあったりとか、あと逆に気になるアイテムのシリアルナンバーから年代を調べることもできるので、こちらをぜひご参加ください。一つ注意点としては、シリアルシールとギャランティカードが年代によってデザインとかフォントが少しずつ変化しているので、デザインが違うからといって本物じゃないわけではないので、ヴィンテージものを購入する前にちょっと不安を感じている方だと、その辺をぜひ参考にしていただければと思います。今回の動画は以上になります。ヴィンテージシャネルのことで皆様迷いのポイントだったり、あと心配になる部分があればぜひコメントをお願いします。あと今回はバッグのみのご紹介となったんですけど、ヴィンテージシャネルのお洋服だったり、ジュエリーの製造年についてもまた別の動画でご紹介するので、楽しみにしていただけると嬉しいです。では、バイバイ。